はい、どうも、マスターです。いや、ちょっと、聞いてくれ。聞いてくれよ。ちょっとね、びっくりしたことが最近ありまして。びっくりしたというか、今日さ、労働へ、今日も向かいましたよ。今日もね、残り少ないんですけど、頑張って労働へ向かいました。ろくに仕事もできず、まあそんな人間なんですが、一応契約を結んではいるので、無遅刻無欠席だけはね、ちょっと趣旨したいなという気持ちがありまして。まあなんとか行ってきたんですけど、びっくりしましたね。会社に着いたらね、席がなかったですね。席がないというか、椅子？俺が座ってる椅子がですね、なんか変わってましたね。でさ、この椅子がさ、またちょっと古いタイプなんですよ。腕をこう乗せるやつ、まあそういうのは、ないんだけど、最初から座ってるやつにも腕を乗せるやつはないんだけど、なんかちょっと一昔前の椅子でさ、お尻が固めで、背中がちょっと丸いだけ、で腰の部分がさ、ちょっとこう、カーブ地になってる感じの、わかりますかね？ちょっと古めの椅子なんですけど、なぜかこれに切り替わってましたね。びっくりしましたね。で、これ、他の人がね、座ってるんですけど、社労士のおば様がですね、普段座ってるんですけど、なぜか俺の椅子と変わってましたね。びっくりしました。びっくりしましたね。で、この椅子がまたさ、硬いんですよね、お尻が。お尻が硬くて前座ってた椅子がさ、やっぱめちゃくちゃいいんですよ。背中もさ、カーブ地になってるだけじゃなくて、ちゃんとこう腰を支えるような感じだから、長く座ってても結構ね、大丈夫なんですけど。だから、真っ先にそれね、今日、労働に向かった時に、これがむちゃくちゃびっくりしましたね。んでさ、これさ、そこに座ってる、まあ、当の本人よね、ちょうどまあ、来た時に、誰が変えたんだろうかなと思う、その時分かったんですけど、隣のね、別のおば様が、なんと勝手に変えてましたね。俺の椅子を。だからその本人がその席に来た時に、あれ？椅子が変わってるっていうね。ちょっとあだ名をつけるか。あだ名。A さん、B さん。もうちょっとネーミングセンスが何もないんですけど。A さん。社労士を A にしよう。で、この A さん。だからまあ、A さんが勝手に変えたわけじゃないと。まあ、その時知って、なんとびっくりですね。B さん。B さんのおば様がですね、あ、それ変えときました。マスターさんはもう、あと少ししたらいなくなるので、みたいにね、ニコニコしながら言ってましたね。で、僕はですね、さすがにですね、ちょっとびっくりしちゃいましたね。いや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 、まだ来とるかなと。まだ俺来とるかなと思ってね。まあそこにめちゃくちゃびっくりしましたね。勝手に椅子を、まあ、一言も言うことなく、勝手に変えたと。いや、なんかさ、これ仮に新しいやつだったらまだいいじゃないですか。ちょっといいやつ。ちょっとさすがに注意したんですよ。さすがにね、B のおば様にね。まあ、てか多分ね、まあ、嫌われてるんでしょうね。いや、まず間違いなく嫌われてるわ。いや、だって、やっぱね、そう、仕事できないからさ、仕事できないから、やっぱその負担が回っちゃうわけですよ。他の人にね。だから嫌われて当然ですね、これはね。これは僕自身自負してますね。まあ、申し訳ないっていう気持ちももちろんあるんですけど、まあでもさ、まあいろいろあったわけですよ。僕にもね。前々から聞いてる人はわかると思うんですけど、まあ急に契約が変わったりとか、休みの日に行ったにもかかわらずねぎらいの一言もないとかさ、まあそういうことがあったわけですよ。当然人としての気持ちとしては、当然さ、まあやる気出るか出ないかさ、まあ当然出ないわけですよ。その社会人云々じゃなくて人としてね、これは精神的な話ですね。気持ち的な話。だって急に延長するっていう話からなしになったわけですよ。で、しかもそれを休みの日に呼ばれていったわけですからね。なんかちょっとね、人の気持ちをね、ちょっと舐めてるよね。まあ舐めてるとはいえ、やっぱその仕事をやっぱ俺はできないっていうのも事実なので、まあだからまあどっちもどっちといえばどっちもどっちですね。まあどっちもどうしようもないんですけど、まあでもさすがにちょっとそこはね、一言ね、言いました。B さんにね。B さんに、
勝手に椅子を変えないでくださいと。そしたら案の定ね、まあでもあとちょっとじゃないですかっていうね、そんな感じのことを言ってきたんで、あとちょっとですけど、まだいるじゃないですかと。せめて変えるんであれば一言言ってくださいっていうね、まあ言ったんですよ。そしたらね、なんて言ったと思いますか？あ、わかりました。それについては申し訳ありません。でもマスターさんも仕事はちゃんとしてくださいね、つってね。言い上がりましたね。おい、ババアとは言いませんでした。さすがに。はい。そこはね、さすがに言いませんでしたよ。いや、俺は今椅子の話してんだと。仕事のことはわかるけど、それはそれ、これはこれよっていうね、感じなんですけど、まあ、そこはでも一応ちゃんとね、注意しときました。なんかさ、結構若い社員の人もいるんですけど、まだなんか若い人の方が柔軟性があるというか、なんか柔軟性って言葉はちょっと適切ではないんだけど、なんか若い人の方がまだなんだか素直な感じがするというか、なんか歪んでないというかね、なんかそんな気がしますね。なんか結構ね、おばさま方がね、ちょっとなんか土地狂ってますね。いや、土地狂ってんのよね。てかさ、これあれか、ちょっとさっき YouTube でね、障害者施設の虐待っていうのをちょっとおすすめに出てたから、ちょっと見てみたんですよ。そしたらですね、やっぱすごいストレスがあるみたいで、なんかストレスがあってね、ストレスの影響で、なんか攻撃的になる、なんか精神的に余裕がないわけじゃないですか。人間ってやっぱね、余裕がなくなるとやっぱ攻撃的になるのかなってね、ちょっとその動画を見てね、B さんのことをちょっと思い出しましたね。まあといっても俺は別に介護されてるわけじゃないんですけど、仕事ができないだけなんですけど、いや、にしてもなんかちょっとね、なんかすごかったですね。椅子が変えられただけじゃなくてね、まあ、ちょっと、まあ最近もうやる気がないっていうのもあるんですけど、まあそれでもね、一応仕事はやろうとはしてるんだけど、やっぱそれでもちょっと間違いが多くて、なんかその都度怒られますね。でちゃんとわかりましたかって聞かれたから、はい、なんとかわかりました。つったらね、今更わかってどうすんねんつって言ってましたね。関西弁でね。ちょっと、なんかコントみたいでね、ちょっと笑っちゃいそうになりましたけど。まあ、確かにね、何度も言いますけど、仕事できないのは申し訳ないんだけど、まあ、会社は会社でね、やっぱどうかと思うんですよね。うん、ちょっとそこのね、人の気持ちを舐めすぎとるところがありますからね。俺がいない間に椅子を勝手に変える。しかも、もうマスターさんはもう、あと数日でいなくなるから、みたいなこと言ってましたけど、これ一歩引いてみたらね、いじめですからね。これね、いじめでございます。はい。これはね、陰湿ですよ。これは。まあ、ちょっと僕の中では、これちょっと美味しいかもなとは思っちゃいましたけど、こうやって YouTube でね、皆さんにね、話ができるので、まあ、ネタが尽きないでしょう。ネタが尽きないんですよ、これは。ちょっとね。まあ、ネタにするっていうのも、ちょっと僕もやっぱね、ずれてますけどね。やっぱ人間としてちょっと変ですね。B さんにね、一言ね、まあ、ビシッとね、言おうかなと思います。あなたのやってることは、そのね、一歩間違えたらいじめですよと。そこはね、ちゃんと言おうかなと思います。まあ、多分相手からしたら、あんたがちゃんと仕事せえへんからやろ。ってね、関西弁で言われるかもしれませんけどね。まあ、それはそれ、これはこれよと。まあ、てかまあ、なんつうのかな。やっぱ人間ってね、まあ、さっきの介護の話でもそうなんですけど、まあ、いじめでも何でもまあそうなんですけど、人間ってその余裕がなくなった時はね、やっぱそういう攻撃性が出るというか、まあ、それはまあ本当しょうがないなとは思うんですけど、まあ、介護の場合はちょっと状況が違うかもしれないですけど、あれはね、過酷ですからね。いじめとかは、やっぱちょっと楽しんでるところがあるから、介護とはちょっと違うかもしれないですけどね。僕は働いたことがないので、実態はよく知らないんですけど、まあでも少なくともその学生のいじめとか、まあ今回のケースにしても、ちょっとやっぱ楽しんでる部分があるんじゃないのかな。まあ楽しんでないにしても、ちょっとスカッとしてる部分はあるかもしれないですけど、まあちょっとそこら辺は、僕は本人ではないのでわからないんですけども、ちょっとそこはね、ちゃんと言おうかなとは思います。明日ね、これをね、って言われるかね、めちゃくちゃビクビクしてるんですけど、そう、俺ね、意外とね、ビクビクしてますよ。こういう話をしてますけど、明日ね、こういうことちゃんと言うっていう風に話してますけど、
内心はやっぱね、ビクビクしてます。ビクビクしてるけど、やっぱなんかちょっと言いたいなっていうのがあるので言います。あとね、C さん。C さんにもね、ちょっと最近言われたんですけど、まあちょっと動画が今回、ちょっと動画の尺が長くなるかもしれないんですけど、C さんのね、この人もおばはんなんですけどね、仕事ができない、これ俺がまた悪いんだけど、なんとね、ちょっと障害者認定をね、いただきましたね。障害者認定。これもさ、びっくりしたけどさ、C さんと一緒にしてる仕事がありまして、でも、まあそれもね、結局僕は雇い止め食らった後なので、やっぱ仕事が失敗続きの日に言われたんですけど、あまりにも仕事ができなさすぎるので、一回心療内科を受けてくださいっつって言われましたね。あなた普通じゃないですよみたいなね。なんかそんな強い結構言い方しとりましたね。きつい言い方になりますけど、ちょっと言ってもいいですかみたいなね、そういう前置きをしてね、何度も何度もね、なんかいろいろごちゃごちゃ言うてましたね。んで、だからなんかもう、しまいには僕もですね、ちょっとうんざりして、何回も前置きがですね、ちょっと厳しいこと言いますけど、言いにくいことを言いますけどって言うから、だから僕もうんざりして、言いにくかったら言わなくていいですよと言いました。はい。じゃあさすがにね、その人ね、話し出すとね、むちゃくちゃ長いんですよね。めちゃくちゃ長い。1時間2時間もね、話し続けるから、ちょっと僕もさすがにね、うんざりしちゃうので、まあもうそこはもう強制的に、まあ言いにくかったり言わなくていいですよ、つってね、終わらせました。まあとりあえずちょっと病院も行くわけですけど、病院ね、まあ多分何もないとは思うけどね、まあ何もないとは思うんですけど、これは僕の性格の問題であってね、ダメ男なんでね、まあちょっと視聴者はね、これはね、ファンの人はやっぱ甘やかすのでね、僕のことを甘やかしちゃうのと思うので、僕は僕自身がちょっと厳しく言うとかないといけないので、はい、僕はちょっとダメ人間でございまして、これは病気とか障害ではないとは思うんですが、まあ、ちょっとね、C のおばはんにもね、まあちょっとあんたイカれてるっていうふうに、まあそういうふうなニュアンスですけど、直接そういうことは言われてはないですけど、病院に行くように言われたので、ちょっと行ってこようかなとは思います。いやー、にしてもね、みんなおばはんだな、こうやって考えるとね。なんかおばはん、まあおばはんだけじゃないのかもしれんけど、なんか腹の探り合いというか、なんか、いろんな意味で狂ってますね。狂ってない風に装ってて、蓋を開けてみたら、みんななかなか狂ってるっていうね。まあでもね、傍から見たら、俺も狂ってるんでしょうね。仕事ができないっていうことを考えると。まあそんな感じですね、最近あったのは。とりあえずね、今日が木曜日なんで、明日金曜日。まあ平日結構人が多いんですけど、まあ土日も出勤なんで、そこ乗り越えたらね、まああとは終わりなんで、サクッと行っちゃいます。多分明日もね、怒られるでしょうね。明日もなんか言われるだろうな。ちょっとそれ覚悟してちょっと行ってきたいと思います。はい、というわけでマスターでした。